ここで見ました。手がいらゲットです。こんにちは、ソーパパです。はい、今日はですね、去年バケヒラが取れた御神木、今季初ということでやってきました。一応ね、クワガタいるよ、うん、ちょっとね、どうしようかな、白でいっちゃう、見てみましょうか。ほい、あ、いかん、一応クワガタいる。あ、結構でかいな、あいつも。あ、まあまあ、浮いちゃうわ。あ、まあ一応はしご持ってきたんでね、ちょっと上見てみたいと思います。一旦切ります。行きましょう。よいしょ。よいしょ。久しぶりですね。バケヒラポイント。どうなってるかな。お、平田おった。平田おる、平田。ちっちゃいな。平田はいますね。ああ、去年はね、ここです。この奥にいました。この奥。うん。まだ早いのかな。いないね。もう。平田はいました。けど、バケちゃん。でっかいのいないね。ちょっと降りようか。やっぱりこっちの様子って登らないと見えないですからね。iPhone ですけど今。この中がすごい複雑になってるから面白い木ですね、これ。本当に面白い。この奥にいたら本当に手伸ばさないと届かないですよね。手伸ばして届くかっていう問題ですけど。ああ、ちっちゃいのはいましたね。一応平田。はい、こんな感じで、ご神木チェック終わりたいと思います。じゃあ次はね、普通にいろいろ見ていきたいと思います。わ、いるいる、でかい、あれでかい。どこ行った、どこ行った。やばいやばいやばい、ちょっとあれでかい、あれでかい。ほらほらほら、よし、あれなら今なら落とせる。ちょっとちょっとちょっと、匂い棒、匂い棒、匂い棒、いくよ。よっしゃよっしゃよっしゃ、これ60あんじゃない。
あーないか、これはない。マジか、焦ったか、焦りすぎか。うわっ、あっちにもおる、あっちにもおる。これはコクワかな。あ、コクワだ。でかいな。でもこれどうだろう、5センチないかな。去年あれですからね、去年あのコクワ5センチこのフィールドで取れてます。うわ微妙だな。ないですね。48ぐらい。焦った。はい、リリース。はい、なんでこんなとこにいるの。何にも樹液出てないですけどね。もしかして新生虫フラフラしてるパターン。バケヒラの森はどこにおるかわからんな。こうやって見たらいきなり黒いでっかい物体がいますからね。うわぁ、樹液出てないとこにいるっていうことはもう全部見なあかんっていうことですね。それは無理だ。はい、いやでも面白いっすね。固まってます。よし、じゃあちょっと反対側、こっち反対もある。ほい、あ、なんだあれ、マミピカか。コクワですね。あのめくれの奥はいないね。ここムカデラスか。ムカデラス、はい、さっきのでかいと思ったコクワちょっとケースに今保留しておいたんですけど、全然でかくないです。多分55ミリ。なんと情けない。うわっ、虫が飛んできました。じゃあ返しときます。うわ、何こいつ、あ、変なハエ。はい、いやちょっとこれヘッドライト消しますね。はい、こんな感じで、いやエキサイティングしました。はい、次行きます。どこだった、一貫全然わからなくなった。やべえ、もっとあっちだったよ。よいしょ、クモの巣すげえな、ここ。あっちだ、あっちだ。あ、なんかおった今。違う、ここここ、この木どう？うわ、なんか食っとる。何あれ？うわ、ゴキブリ食っとるが。ヤモリ？イモリ？どう、バケヒラ？バケちゃんいない。どうでしょう？あ、四つ星がいますね。四つ星だけか。ゴキブリか。内側からチェックチェック。ここすげえいい感じ。
しないな。ここ絶対いいと思うんだけど。いないの？マジかよ。なんて角度から見る。いないね。いません。じゃあ最後ここ、うっ、ああここだ、ここここここは落ちた。平田いないか。こっちの奥いないかな。あ、いるけど、あれもコクワかな。あ、平田、ちびひら、ちびひらだ。あ、出てきたぞ。ちびいのが眩しい眩しいと言いながら、いやバケヒラおらんな。あの奥にもいる。コクワですね。眩しい眩しい。こっち側か。こっちか。眩しい眩しいって言ってますね。いない。